はい、正解です。そうですね。もうなんかね、最近もう人が信じられなくなってきてね、もう去年もえらい目にあったものですからね、もう信じられるのはもうラルク・アンシエル、ラルク・アンシエルの音楽だけは裏切らないですね。ライブもすごかったですからね。なんかこういう犬とか、あ、まあまあギターとか楽器ですよね。楽器がもうほんと、皆さんが聴けるってどんな感じで、あれっすよね、やっぱ弾いて覚えるんですかね。今年一番楽しみなことはやっぱグランベリーが、まあまあまあ夏頃ってことですね。あとは何ですかね。特に本当はね、ミューズのね、そのクッスンですよ。クッスンのバースデー公演が1月26日にあるね、名古屋で。まあそれもうそれが一番、本当はそれが一番、それが最初に複数のこの画面越しじゃなくてね、自分の目で見る初めての姿かと思ったんですけどね。去年ね、あれや舞台は見に行くわ、クリスマスパーティーみたいな行くわでね、ラルクリスマスが終わった後に複数のと思ってたんですけどね。もう舞台見たくて、もう日帰り超特急日がそれだけのために行ってね。まあ、クリスマスパーティーはちょっとあれでしたけど、なんかもう上の小鳥たちもいつか空に羽ばたく大きな強い翼で飛ぶ、諦めちゃダメなんだ、その日が絶対来る。まあ、もう一回行ってみます。